この動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。画面の前の皆様こんにちは、ベルガーでございます。なんかちょっと待ってよ、発音が違ってたな今。画面の前の皆様こんにちは、ベルガーでございます。深夜になってしまいましたよ本当。いやー遅くなってすいません本当に。あのね、こう無駄毛処理しました。何言ってんだと本当。あのね、あの医療脱毛に最近通ってるんだけども、それでね、医療脱毛の前にあのこれレーザーで焼くから、自分で処理していかないといけないんですよ。だからね、結構時間かかんないね。男の人って慣れてないじゃない、そういう処理自体がね。だから結構ね、まあ、大変でですね、時間かかったと。でこんな時間よ、ほんと何やってんだと。いやでもね、女性はいつもこれ頑張ってんだ、すごいね、すごいよ。すごいよ。そんなことはさておき、最近家でポップコーンを食いながら映画を見るのにハマってます。いや今までさ、映画は見るのは別にハマってはいるけども、なんか家でポップコーン食うってほとんどやってこなかったんですよ。もう映画館でやることじゃん、これが家でなんかね、ポップコーン食いながら映画見るとね、またなんか気分上がるね、なんか、なんだろうこの気分。あのね、なんか疑似映画体験という、まあ映画館にあんまり行けないじゃないですか。だからこの疑似的に映画館に行った気分になれると、いうのでね、まあ、ちゃんと私 5.1 チャンサラウンドシステムがあってですね、映画見るように。この 5.1 チャンサラウンドシステムがね、なんと私バイオ5の時の検証で当たったやつなんですよ。その時多分ね、日本中で1人か2人にしか当たんない検証だったんですよ。バイオハザードローが入ったね、 5.1 チャンサラウンドシステム、なんと私が持ってます。カプコンさんありがとうございます。本当なんだっけこの音楽、この音楽なんだっけ、下の階か。今回のパークはですね、解放、決死の一撃、仲間意識、不滅ということで、完全キャンプ対策。もうキャンプすぎてやばいキラーに対するアンチテーゼ、アンチテーゼ、いやもうそれをめたった構成でございます。下だねこれ、あれなんかヒルビリっぽい音楽だった気がするけど、この下やだな、ヒルビリだったら。この下だって発電、ここさ急に来てチェーンソーを鳴らされたらさ、あチェーンソーで来られたらさ、やばいもんね。なんだあの上のやつ、ん、地雷爆破か、はたまた、おおじさん、エースの安定感ってすごいいいよね。地雷爆破か、反問のプレイ、ただしガラクタいじりもあるかもしれない、もしヒルビーだった場合。ただもうここやりきるしかない私。大丈夫そうか、大丈夫そうだな、よし入れそうだぞ。これは尊い犠牲、これは尊い犠牲、このおかげでついてるから。後ろヒルビリー君よ、私に気を取られて後ろで発電してる人に気づかなかったようだな。解放がこれで死にましたが、地下ビリー存分に私堪能したいと思います。いやこれちょっと待てよ、あのねヒルビリーもね、なんだこの女、簡単に捕まえることができた初心者かって今思ってるところだと思います。あれはね必要な犠牲です。そして私
次もし救われた場合とんでもチェイスで生き延びる。だってさ、ただじゃ起きない、あやばいやばい、ただじゃ起きない構成になっておりますから。ありがとう。でこれね、バベチリの場合もあるんで、このストライク温存します。ここでね、あの救急キット持ってるし思わず治療したくなるんだけども、ここでね、あの結構決死の一撃をちゃんと使うっていう場合はね、この心音がもし近い場合追われてる可能性あるんで、下手にここで治療入れない、もうストライク切れちゃうんで、完全に逃げ切って安全だと思ってから。あれこれ上下、なんか私声出てない気がするんだけど、えどこどこっち、どっ嘘だろ、そんなバカなそんなバカな、いや皆さん見てください、はい持ちましたね。 Here we go、 始まります、私の死のデスレース、死のマリオカート、シャンシャカシャンシャカ走るぜ。もうここ私ね、オブセッション状態なんで、私が追われてんのはもうみんな他のサバイバーわかるんで、もうここはもう全部の板を倒すぐらいの勢いでチェイスします。うん、来てくれてる、はいよ。ここはもうね、何の駆け引きもしない。いや、ここは倒さず、まっすぐ行きます。一旦、チェーンソー使わないね。オッケー。じゃあ窓枠行きましょう。あ、いいよ。ただじゃもう捕まんねえぞ。今の信子。ただじゃ捕まんねえ。ステイン消す癖があるね、これは。うん。来る？オッケー。よーし、ビンゴ！ここの、チェイスは負けねえぞ。今度普通にこっち行こう。下手な過激はしねえ、もう。OK。多分もうヒルビリーもあんまり変な駆け引きしてこないと思う。ここまで来ると。意地になるんで。私も変な駆け引きしないでいきましょう。お、行けたか。で、その間に残り2台。よし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 、いいよ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 、ここできっちり治療だ、やりました、ノブちゃんの力。あ、ちょっと待って、反問のトレイル、これ反問のトレイルだよね、間違いなく。あれ違うのか、地雷爆破これ。でもさっき心音なかったんだよね。ああ、私の方来なさい。はいはい、あ、はいの、はい、あ、はいの、はいはい、もうここは過激しません。はいはい、 OKOK、 よし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 、こっち来ないかな、いいよ、必要な、ここは残り1台、近くに板もあるし、ただ反問トレイルだと思うんだよね、ガラクタじゃないと思う。どうだろう、ガラクタだった場合もうすぐ心音消えちゃうからね。はい、消えます今ん。あー、これガラクタじゃないな、ガラクタだったら今のタイミングチェーンソーで走ってきそうなもんだけど、一回ダウンの置いといて、来るかい、あらエースが狙われてる、あー、板ない方の、あ、今度私、いいでしょう。今度は簡単に捕まんないよ。今度は簡単に捕まんないよ。
うむ、オッケーオッケー、救われたみたいだね。そういうことだな。ノーアーマー多分ないと思うんだけど、ないよね、おそらくないね。まずい、あそこに肉フックある、そこに肉フックあるぞ。ん、あストライクだ。なんかこのエースっているだけで安心感あるの何なんだろうね。敵にすんの嫌なんだけどね、自分がキラーの時にエースがいっぱいいると嫌なんだけどね。ちょっと肉フックいけるかそれ。おおおお、いける。最高のチームだ。そんなこんなで最初が絶望でも絶対に皆さん諦めないように、ああいうところで結構ね、最初にチェーンソーワンパン初期に食らって苗落ちする人もいるんですよ。でもね、諦めずチェイスしてくる、していく、これが上達のコツです。よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。やっぱり反物取れるだね。皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。そういうことだ。